どうもこんにちは。12日間のですね、車中泊の旅が無事に終わりました。そんなに物を持っていかなかった車中泊の旅なんですけれども、その中でも一番重要だったもの、これがないと始まらなかったっていうものをですね、ご紹介したいなと思います。まあね、単純にポータブルバッテリーです。これがね、ないと絶対に旅ができなかったので、今回はね、これをご紹介しようと思うんですけれども、もうね、そろそろ夏になってきますんで、暖房器具を使ったりっていうことはないんですが、ポータブル電源が車の中にあると、もうね、本当にね、快適さがまるで違います。これね、すごくちっちゃいんですけども、容量がね、11万と大容量なので、容量を気にすることなく使うことができたっていうのもいいポイントでした。で、もう一個ね、こんなのも持ってるんですが、これがね、6万7500とかだったかな。大きさはね、大して変わらないんですよ。ちょっとだけ違うかな。ちょっとね、厚みがこっちの方があるんですけども、容量がね、全く違うので、で、価格なんですけれども、確かこっちが2万円弱したのかな。なんですけども、これが今4万4800円で8000円オフのクーポンが適用できるということが書いてありますので、3万6000円ぐらいでこれが手に入ってしまうということで、容量が11万もあれば、まあ困ることはないと思いますね。特にですね、1泊2日とか2泊3日ぐらいの車中泊、そういったレベルであればですね、もう充電することもこれはないんじゃないかなと思います。まあ多分基本的に使うのは夜ぐらいでしょうからね。ポータブル電源のですね、詳しい説明なんですけれども、取っ手はですね、こんな感じで折りたたみができるようになってます。で、折りたたみができるっていうことは、この上がね、フラットになりますんで、こう狭い隙間に入れたりとかですね、この上に物を乗せたりとかってこともできますんで、このフラットになるっていうのがね、すごくポイントが高いんじゃないかなと思います。で、前のやつはね、こんな感じでフラットにならないので、狭いところには入れられるんですけども、置き場所に困るっていうことがあるので、フラットになっていない持ち手よりも、こういうね、フラットになる方が使い勝手はかなり上がるんじゃないかなと思ってます。で、細かい説明をすると、まずインプットUSB の 2.4 アンペアが2つ、それと、AC コンセントですね、それとシガーソケットの場所となっています。で、ね、使い方もね、結構シンプルでして、例えばね、こういう携帯を充電したいという場合は、まず USB に挿します。 USB に挿して、ここにね、スイッチがあるんですけれども、このスイッチを押すと電源が入ります。見えるかな、こんな感じですね。こんな感じで電源が入ります。で、暗い場合はですね、このディスプレイってやつを押せば、例えば夜とかの場合はこういう風に、あ、分かりづらい、中にね、 LED が入ってまして、これが光るようになってます。これをね、差し込んだだけでは、電気が来ません。この横にあるスイッチ、これを押すことによって電気が来るというようなことになってます。で、それはですね、AC も同じことで、スイッチを押さないと電源が来ないので、使わないときは差しっぱなしにしといてもいいような感じなんじゃないでしょうか。ちなみに今ね、スマホを充電しますが、消費電力は 8W になってます。このね、ポータブル電源は 200W 対応なんですけれども、瞬間最大で 400W まで耐えられるということなので、まあ、例えばね、夏に扇風機を使うとか、まあ、その辺であれば全然使えるんじゃないかなと思います。でですね、このね、ポータブル電源一体何に使うんですかという方もね、いらっしゃると思いますので、参考にですね、僕が使ってた使い方をご説明しますと、例えば車中泊の場合っていうのは、まずスマホを充電しますよね。で、ポケット Wi-Fi を持って行ってましたんで、ポケット Wi-Fi も充電します。この2つを使いますよね。で、それとこちら AC ですね。 AC で室内の照明をこちらで使ってました。なので、この3つあればもうね、結構事足りる感じではあったんですよ。特にね、車中泊っていうのは、車の中の狭いスペースで生活しますんで、いろんなね、電化製品を同時に使うってことがあんまりありません。で、これはね、僕特殊なんですけれども、撮影をするんで、こういったね、ハンディカムの充電器、そういったものもここで充電したりしてました。で、充電するような場合はですね、こういった延長コード、まあ、こういうね、タップじゃなくて普通の延長コードを使った方が使いやすいんじゃないかなというのは感じました。どうしてもね、ここで狭くなっちゃいますからね。で、付属品に関してはですね、シガーソケットと、あとはね、コンセントですよね。 AC で充電する場合のコンセント、夜はこれを電源として使いまして、走ってる間はここに差し込んで充電しながら走るというような使い方をしてました。で、今回の旅はね、1日の走行距離が結構あったんで、まあ、走ってる間にね、だいぶ充電できるっていう感じではありました。
まあ、例えばね、スマホの充電をする、あとはこのコンセントで照明器具を使う、そういった場合はですね、そこまでね電力使わないんですよ。今ね照明をつけましたが、照明をつけても 28W なんで、まだまだ他の電化製品をつなげて使うことはできるんですけども、本当ねこれぐらいしか使わなかったので、もう十分じゃないかなという感じです。でこのバッテリーなんですけれども、コンセントにつないで充電する場合はだいたいね7時間半ぐらいで満充電が可能になってます。で他にねいいところといえば、まずね保証期間、これ海外の製品なんですけれども、24ヶ月保証と、つまり2年保証ですね。2年保証がついているのもかなり嬉しいところだと思います。で、重さが 3.6kg、まあそういう感じでですね、車中泊で使う時のことをね今まではお話ししたんですけれども、こちらねキャンプでも使いました。車中泊の旅の中でキャンプをすることっていうのもあったんですけれども、キャンプ場に行った場合はですね、まあ、これを持って行って、同じくスマホの充電をする、あとはですね、例えば100均にあるような USB から給電できる LED ライト、そういったものを使ったりしてました。やっぱりね、いろんなところに持ち運びができるっていうのはすごくポイントが高くて、まあ、それこそですね、車中泊とキャンプだけじゃなくて、例えばバーベキューだったり、川遊びだったり、海だったり、いろんなところにね、連れて行けるものじゃないかなと思います。今のところね、これを使ってて、これ以上の容量が必要かっていうと、11泊しましたからね、11泊して、容量がもうなくなるということもなかったので、まあね、これよりも大容量のものっていうのはありますけれども、まあ、1泊2日、2泊3日、まあ、それぐらいのね、車中泊だったりアウトドアって考えるんであれば、もうこの11万あれば十分だと僕は思います。で多分ね、こういうポータブル電源探してる方って、やっぱりね、見た目っていうのも大事だと思うんです。どうしてもね、ごついやつが多いじゃないですか。で、これはね、すごくコンパクトですし、あとこのデザインもね、僕結構気に入ってるっていうのと、あとこの液晶ですよね。液晶がついてるっていうのは、もう目に見えて分かりやすいので、かなりね、安心感がある設計なんじゃないかなと思います。とまあ、そんな感じでですね、駆け足でご紹介したんですけれども、このね、ポータブル電源があることによって、例えばね、この照明も使えるでしょ。で、この冷蔵庫ももちろんね使えますので、エンジンがかかってない時に関しては、これを冷蔵庫につないで冷蔵庫も使えるようにするとっていうことにして、生活してましたんで、本当ここが居住空間ですよね。居住空間で電気もしっかり使えてしまうと、もうねこのねポータブル電源があってよかったなっていうことの連続でした。車で見てもらうと分かるんですが、かなりちっちゃいですからね。ちっちゃいし軽いんで、ちょっとしたスペースにポンポンって置けるような感じのポータブル電源だと思います。もしですね、この商品気になる方は概要欄の方をチェックしてみてください。まあね、車中泊をする人だけじゃなくて、キャンプをする人、他にはね釣りとか、とにかくアウトドア全般をする人、そういった方はですね、こういったポータブルバッテリー必ず一つ持っておくといいはずなので、ぜひ見てみてください。それでは